いよいよだね。まさかまた氷帝と相対するなんて。ああ、関東大会初戦の再現だな。ああ、始まった。またこれか。もう本当やりづらいよな。本当アウェーで戦う感じだな。ちっ、うるせえんだよ。 それでは全国大会準々決勝、青春学園東京VS 氷帝学園東京の試合を始めます。第1試合、シングルス3。しゃあ、応援頼むぜ。お、大丈夫だって。すごい桃ちゃん先輩、風の動きを読んでたの。押したり出番だ。なんや、また自分か。 桃城、どうも。VS BS VS BS VS VS BS VS BS もはや力は五分と五分、勝ち負けは時の。 ベストオブワンセットマッチ、声楽桃城サービスプレイ。
なんや、はよ打ちや。すんません、久々の試合なもんで嬉しくってむしゃぶりが。じゃあぼちぼち行きますよ。出た、弾丸サーブ。なんや、思ったよりパワー増してへん。15ラブ。うわー、いきなりサービスエース。いや、今のはこいつ狙いよったな。そこの小石拾っといた方がいいっすよ、押したりさん。こんなちっこいの。ももちゃん先輩、あんな小さな小石にボール当てて軌道を変えるなんて、すっげえ、すごすぎるぜ。なるほど、ももしろのやつ、パワーを捨てて 70% ほどの力でコントロール重視のテニスに変えたようだな。せやけど、そういうやつほど崩しやすいわ。俺だ、ドクショット。ももしろのやつ、呼んでやがった。ナイス、ももちゃん先輩。甘いわ。今度はロブ。せやから甘いって。暴れたんねえな、暴れたんねえ。せや、それを拾うてこそももしろやんな。すごい、追いついたけどダメだ。いや、だから大丈夫だって。ドーン。ゲーム、ももしろ。やったー、風がボールを押し戻した。すごいっす、ももちゃん先輩憧れるっす。やはりこいつ、風の動きまで完全に把握して。ももは山ごもりの特訓でいろんなことに気づいたんだ。どうなってんだ、完全に攻めてるのは勇士なのに。おら、やったくせ者。今のあいつは風の動き、打球音、そして押したりの仕草、呼吸、目の動きなどから相手の心理状態まで読み取ってしまうほど洞察力が研ぎ澄まされてやがる。マジ、あいつすっげえ。伊達に修羅場はくぐってねえってことか。オロタで下田太陽の位置まで、ほなら影さえあれば十分や。ゲームも面白、4ゲームストゥーラブ。こいつ、自分の影でボールの影を、冷静に見てやがる状況を、そして俺の心理を。やだやだ、ゲーすげえや。ももちゃん先輩かっこいい。もも、ついに自分の最大の武器を自覚したか。いけ、もも、このままぶっちぎれ。なんならあれを見ましてやれ。あいよ。この人見えねえ、急に心の中が読めなくなった。かなわんな、ももしろ。なんなの、あの早いリターン。ももちゃん先輩、反応できなかった。そうっすよね、やっぱそう来なくっちゃ面白くねえ。ももしろ、お前のその研ぎ澄まされし洞察力は認めてやろう。だが相手が悪かったな。残念だが、うちの天才プレイヤーは心を閉ざすことができる。 F and D。 ゲーム押したり、ワンゲームトゥーフォー。完璧じゃん、ユーシー。今のフェイク&ドロップショット、彼うまいね。完全に流れを止められたな。随分とポーカーフェイスなやつだ。誰かさんもね。逆か。FAS 15 love。 押したりさんのフラットアプローチショットは構える暇さえも与えない。